Woolsey? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna plan the heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay, okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned.強盗に入るためにはセッケースが必要だな。小さいお店だったら大丈夫かもしれないけど、マフィアのやってるカジノだからね。建物の構造を知っておいて損はない。けど、今カメラ持ってないんだよね。どこかから買わないといけないかな。近くのコンビニで映るんです売ってないかな。と思ったら、ちょうどいいところに観光客がいるじゃない。この人たちだったら、使い捨てカメラの一つや二つぐらい持ってるでしょ。どこのお兄さん、ちょっとカメラを譲ってくれませんか。私とても困ってます。これで外国人とのパーフェクトコミュニケーション発生だ。心よくカメラを貸してくれたからこれで大丈夫だね。あとは建設会社にて設計図を写真で撮るだけ。というかいちいち会社に行かないとダメなの。確か何かの映画で図書館で設計図を調べてた気がするんだけど、会社にわざわざ行って顔を覚えられるより建築の勉強してますみたいな雰囲気を醸し出しながら図書館行った方がいいと思うけどね。ここが目的の建築会社か。さすがカジノを作るだけあって大きいね。この町も相変わらず治安が悪いな。Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor.どうもありがとうございます。あくまで参考程度に見させてもらいます。今回の仕事は割と早く片付きそうだ。さっさと写真を撮って帰ろう。まさかの警備員がいるじゃん。あいつをどうにかしてあそこから移動させないと。この辺りに注意を引かせられるものなんてあるのかな。最悪この段ボールに火をつけるとか。なんだか良さげな換気扇発見。これをぶっ壊して音で釣ってみるか。あら、思ってたのと違う壊れ方しちゃった。けど運よく火災報知器が発動したおかげで皆が建物から出始めた。ほらほら、みんな火事ですよ。みんな避難してくださいね。これで今回の仕事は終わり。カジノに帰ろう。まずいな。火事じゃないことがバレちゃったかも。警備員も確認しに来てるし、これはもう正面突破しかない。というか火事と誤認してスプリンクラーが発動しちゃってるよ。前が見にくいったらありゃしない。ただの建築会社なのにどれだけ警備員雇ってんのよ。ただのかかしですな。そろそろ1階に着くはずなんだけど、警察官が到着していたらまずいな。
ここからは慎重に行かないと。やっぱり待ち構えてたか。これで室内の敵は全員排除した。逃げるんだよ。外で出てくるのを待ってたな貴様ら。ダメだ、思ったより数が多い。ここは逃げさせていただきます。Get this film developed for Woozy. You got it, CJ. Good work. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you?Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me...We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. Getting a little edgy, fellas? Oh! How you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa! What the fuck? Get up, bitch! You paying attention?Now there's a ruined town out west of here, Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with a dossier. Now you get the dossier and you make both of them disappear.久しぶりに会ったと思ったらまたこれだよ。もう警察官辞めた方がいいんじゃないかな。指定されたところまで来たけど、ずいぶん長い道のりだった。ここが目的地の廃墟か。さすがに FBI が絡んでるだけあって、警備がそこそこいるな。とりあえず、ここから数を減らさないと、こんな時のために準備していたスナイパーライフルが役に立つ。見える範囲で、一番遠いやつから狙撃していこう。奥からどんどん集まってきたな。そんな車に近づいて大丈夫ですか？止め。武装はしてるけど、防弾チョッキはつけてなかったみたいだな。生き残りがヘリで逃げようとしてる。ダメだ、あの速さだと当てられない。車で追いかけるしかないのか？けど、こんな田舎道じゃ絶対に追いつけない。なんだ、もう一つヘリがあるじゃないか。こいつを使わせてもらおう。他の FBI も残っているけど無視は無視。逃げた奴が書類を持ってる可能性がある。生き残りがちょこまか追ってきてるな。しかし効かない。さあ、これで同じように追いかけられる。おやおや、思っているより近くをまだ飛んでいたね。ヘリコプターを使えるのは自分だけだと思っていたのかね。さて、追いかけるのはいいけど、この後からどうやって攻撃しよう。ミサイルもなければ機銃すらついてないからね。最悪体当たりして海に沈めるしかないか。それにしてもなかなか距離が縮まらない。できるだけ最高速に乗るようには操縦してんだけど、やはり同じタイプのヘリコプターでは無理か。こいつ、この先の軍事基地を通るつもりか。
あそこは敷地に入るだけで対空ミサイルを撃ってくる場所なのに。まあこのヘリコプター両方とも FBI の乗り物だから撃ち落とされはしないと思うけど、なんでこっちだけロックしてくんのよ。急いで低空に飛んでミサイルをやり過ごす。危なかった。周りに建物がなくて本当よかった。追いかけっこしてる間にラスベンチュラスに到着しちゃったよ。あらあら、軍事基地に侵入したから戦闘機まで発進してるよ。できればあれが攻撃してくる前にしてみたい。くそ、真後ろを取られてる。ここで緊急回避しつつ高度を一気に下げる。これでミサイルをやり過ごせればいいんだけど。うまいこと回避に成功した。損害賠償はFBI と軍によろしく。あいつ着陸する気だな。ここで終わりだ。テールローターはそれだけ。やっかせ、目標はミンチだ。